アーンシブレットは、ベネズエラ出身で、フランスに帰化したレイナルドアーンによる、前三幕のオペレッタで、1923年4月7日に、パリのバリエテザにて初演された。フランス語のリブレットは、ロベールド・フレールとフランシス・ド・クロワセによって書かれている。軽妙な筆致とてなれた、作曲技法で、かなりの人気を得た作品である。シブレットを総称したドファバール・レイナルドアーンは、 ルフィガロの編集者になったばかりのロベールド・フレールから、レアルを舞台とする暗号夫人の娘のような伝統的なオペレッタを作曲しないかという打診を受けた。オペレッタという形式はこのジャンルの創始者であるオフフェンバックが亡くなってからすでに40年近くが経過しており、1920年代にはアメリカンスタイルのミュージカルの台頭もあって古い形式となり、 人気に、陰りが現れていた。アーンは次のように作曲の意図を述べている。残念なことに、アメリカ主義に染まった、現代の趣味に対抗するものである。フランスの伝統的なオペレッタを上演し、成功することが重要なのである。そして、アーンは賭けに勝ったのであった。ピエール・プチは、アーンの最も上品で洗練された作品であり、正当的なオペレッタの最後期の傑作の一つとなった。 と評価している。アニエス・テリエは、本作について、シャルルル・コックの暗号夫人の娘とアンドレ・メサジェの、ミシケの娘たちを強く想起させる作品であると指摘されている。長竹義行は、アーアンのオペレッタとしては、唯一の成功作でいかにもフランス的な作品である。中略フランス以外ではあまり知られていないが、素晴らしい作品である。 中力から明るい中にも哀愁を帯びた音楽がパリの人々の心を捉えたのがよくわかると評している。初演にはジェロルスタン女体公殿下でデビューし、ベロニックでも格好とした成功を収め、オペレッタのミューズと言われたエドメイ・ファバールが主役のシブレットを務め、ベロニック、ペレアスとメリザンド、ホルテュニオを演じたジャンペリエがデュパルケを務めた。初演は、 好意的な批評が大勢を占め成功した。一方で、革新性に欠けるとか洗練されすぎており、学術的であるといった批評も見られた。初演後はすぐに、パリからフランス各地の劇場に広がっていった。パリでは1926年にマリニー劇場、1931年にゲテリリック座、1953年にオペラコミック座にて再演された。 1933年には、クロード・オータン・ララ監督によって、同名のシブレットとして映画化された。日本初演は1982年8月に、宝塚歌劇団月組公演として、宝塚バウホールで上演された後、1997年10月23日に、コンセールシーによって、文京シビックホール大ホールにおいて、コンサート形式にて、 大島義明の式で上演された。ロベールド・フレール・フランシス・ド・クロワセル・エナルド・アーンは、その出生にもかかわらず、最もフランス的で、最もパリジャンな作曲家だろう。アーンは、数カ国語に通じ、最地に富んだ話し手で、社交生活や旅行に多くの時間を費やし、クレオ・ドメロード、サラベルナール、マルセル・プルーストラのベルエポックの著名な詩の大半と、 四季の間柄にあった音楽はテオドール・ディボワに火星を、作曲をジュール・マスネに学んだが、マスネはアーンに深い友情を抱き、生涯庇護し続けることになった。ジャックル・シューズは、本作の音楽的特徴について、オフフェンバック、シャルル・ルコック、アンドレ・メサジェを高く賞賛していたアーンは、シブレットの中に、彼らの特徴を少しずつ織り込んだ。陽気なアンサンブル。 魅力的な歌、爽やかさ、何とも言えず心地よい趣味などはいつまでも人々の心に残っている。私たちは素敵な旅をしたは誰でも知っている素敵な歌だと解説している。レーナルド・アーンは、まず何より美しい旋律の曲を作る作曲家であり、人間の声を様々な楽器の中でも一番優れていたものと考えていた。彼はテキストを最高度に尊重しながら音楽をつけ、 テキストにより一層の価値を与えようとしていた。彼の芸術についての理念は、詩と音楽芸術の親密な統一であった。本作も、アーアンの最も著名な作品であり、彼の音楽の最良のものを見出すことができる。長竹義行はリブレットについて、デューパルケが、ラボエームの耳に死なれた、ロドルフォの年を言った姿だったりして、各所にオペラファンをくすぐるジョークが入っていると、 表している第一幕、約60分。第二幕、約20分。第三幕、約40分。第一場2013年のコミック座での再演に出演したジュリー・フィクス明け方近く、6人の景気兵が、それぞれの女と飲んでいる。しかし、どういうわけか、隊長ロジェにだけはいつもの彼女の姿が見えない。部下たちどうしたのかと聞くと、彼女は、下は、 死者区のアントナンと過ごすことになっていると答える。嫉妬は感じないかと聞くと、200フランデに入るので、その魅力には変えられないと平然という。そこに、ナイトクラブの支配人がやってきて、間もなく5時になるので、ある重要な顧客は来店するので、皆様にはどうかおののの個室にお戻りくださいという。皆が、アレビか、それともオフェンバックかと聞くが、支配人はそれらを否定して、 皆を個室に追い返してしまう。そこに、アントナンとゼノビーが現れる。一晩中彼女に付き合って踊り、飲み明かしてきたアントナンは28歳の若さとはいえ、さすがに疲労困憊の様子。一方、彼女の方はまだまだ元気いっぱいの状態。彼女はここに、自分の本名の恋人がいる気配を嗅ぎつけ、アントナンにコートをどこかに置き忘れてしまったようだから、探してきてほしいと頼み。 バカラ去ら晒せる。アントナンは面倒がりながらもしぶしぶ引き受けて立ち去る。彼女が支配人を呼びつけると支配人はロジェに彼女が到着したことを伝えに行く。そこに中央市場の総監督デュパルケがやってくる。アリア、多くの人にとって青春が花の季節でなくとうたい。私が若かった頃の恋にはもっと夢があってしっとりとしていた。最近の若者の恋には 夢がないと嘆く。ゼノビーが戻ってくると、ロゼも姿を現し、二人は再会を喜び、熱烈な愛の二重唱「ここ一ヶ月を歌う。デュパルケはそれを聞いて、自分の若かった頃に思いを馳せる。すると、支配人が慌ててやってきて、死者区の到着を告げる。ゼノビーは、支配人に死者区を追い払うから、別室で待っていてという。 彼女は戻ってきたアントナンに愛想をつかして立ち去る。アントナンが唖然としていると、デューパルケが君の彼女は、今別室で、景気兵の主官と抱き合っているよと言うが、女に裏切られて初めて女というものを知るものだと、慰める。夜が明けてくると、主官たちは女たちと帰宅するために出てくる。そこにはロジェもゼノビーもいる。アントナンはおもむろに、ロジェの前に行き、自分の負けは認める。 彼女はのしをつけて差し上げるが、彼女の買い物の見払い金の勘定書も一緒だと言って、渡す。デュパル家はそれでよいと言い、君は女は失ったが友人を見出したのだよと言う。そして、皆は夜明けの街に散会していく。第2話レオン・デルミットによるパリ中央市場ナイトクラブが店を閉める頃になると市場が動き始める。主事の地方から野菜が入荷し始める。 仲買い人のグリザールは、シブレットの商品をすべて買い取る約束になっていたのに、約束の5時になっても現れないので、グリザールは怒って立ち去ってしまう。入れ違いに、シブレットが少し遅れて、楽しそうな様子でやってくる。不意に春が私を捕らえたの、と歌う。すると、フランソワーズがあなたは、本当は、マリージャンヌなのになぜ、シブレットと呼ばれているのと問う。すると、 シブレットは、ジュリーって呼ばれるのが好きな女性もいるでしょうと歌い出す。心よく軽やかな響きが好きなので、シブレットと呼んでもらっているのという。シブレットは、買い手のグリザールを探すが、見当たらないので、パン屋のパングレ、おばさんにのんきにも、手相を見てもらう。シブレットの悩みは21歳になったら、結婚するつもりなので、結婚相手を探していたら、 とうとう8人もの男性と婚約してしまったのだが、そのいずれにも本当の愛情を感じられないことだった。彼女はどうしたものかしらとパングレに手を見せる。パングレは、貴女の本当の恋人は、キャベツの中から出てきて、その恋人を奪おうとする女を貴女が一瞬のうちに青ざめさせて追い払うのだが、残念ながら、恋人はタンバリンの中で不幸にも命を落とすという内容の、 手紙が、記女に手渡されたまさにその時にこそ、幸せになれると予言する。なんとも現実性のない意味不明な占いに、当惑するが、シブレットはやむなく占いの代金を支払う。そこへ、買い手のグリザールが現れるが、シブレットが遅れてきたから、他の業者から野菜を買ってしまったから、今日はもういらないよと伝える。シブレットはこの野菜の仕入れに500フランもかかったのにと、涙を浮かべる。 そこにいた、市場監督のデュパルケはこの場合、シブレットが遅れてきたのだから、しようがないなという。とは言うものの、デュパルケは若く美しいシブレットへの同情を禁じず、自分も十数出すから、残りを出してやれと一緒にやってきた友人のアントナンに、言う。アントナンはそのくらいならお安いご用と引き受ける。しかしシブレットは、自分は、気の女なので、 そんなことをしてもらっても困ると辞退する。すると、デューパルケが一人の男からではなく、自分と友人の複数からの援助なので、余計な心配をせず、素直に我々の行為を受ければ良いのではありませんかと、言うので、シブレットはそうすることにする。新しい商品の入荷の知らせが入るので、皆はそちらに向かう。一人残ったアントナンに、シブレットはそれにしても、 こんな時間になぜあなたのような人が市場に来ているのと問う。アントナンは自分は知らぬ間に妻を寝取られた夫なんだよと嘆くと、シブレットは思わず笑ってしまう。シブレットはあなたは寝取られた事実を知っているわけだし、寝取られたのは妻じゃなくて恋人ということなので、今は自由の身になったと考えれば良いのではないかと慰める。アントナンは、アリア、子供の頃は、 両親が応対、自分は生まれてこの方自由の身になどなったことがないという。彼は学校では先生が学校を出ると今度は恋人が自分を支配していた。これからはすべてに復讐する人生を送ろうという。これを受けてシブレットは兄弟のように愛するって二重章とても素敵な人生じゃないかしらと甘い旋律に乗せて歌う。そしてシブレットは 市場退出の署名をしに行く。アントナムは疲労困憊して、彼女の荷車の上で寝てしまう。市場には、人々が集まり、夜明けまで遊んだ道楽息子たちと遊び女たちが、通りかかり、朝から働く、仲買人たちとの交代賞を見せる。谷間の百合が入荷すると、シブレットは、その美しさを称える。人しきりの騒ぎが収まると、 シブレットはアントナンが荷車で寝ているとも知らずに、荷車を引いてきとに着く。オーギュストルノワールによるバリエテザのロッチ席爽やかな、朝、農夫たちが、それは、田園の穏やかな静けさとが唱している。グリニュは、今夜から、新しい出事として、ニコラシャンソンという男が来ると、妻に伝える。そして、メイのシブレットはもう年頃の娘になったが、恋人の一人もいないのかと聞く。 妻は婚約者なら8人もいると答えると、それは大変だと驚く。すると、デューパルケが、シブレットと一緒に帰ってくる。二人は美しい春の野原で花を摘みながら来たので、遅くなったと言い、二重唱。私たちは素敵な旅をしたを歌う。グリュは、シブレットに8人も婚約者がいるなんて、とんでもないことだと言い、1時間以内に誰か一人に、決めなさいと言って、妻と共に立ち去る。 シブレットはデュパルケに誰にも特別な気持ちがないのと相談する。その時、荷車が動き、キャベツの間からアントナンが起きてくる。二人はびっくりするが、アントナンに仮の婚約者になってくれと頼む。状況がさっぱり把握できていないアントナンは、ここはどこだと尋ねる。シブレットは、アリア、ここには木もある、家もあるを歌い、ここは都会でも田舎でもなく、 パリの郊外だという。すると、新しい出事の着任は2週間遅れるという手紙が届く。デュパルケはこれはちょうど良い。ニコラシャンソンになりすますようアントナンに言う。アントナンが着替えに行くと、シブレットは、占いの最初の部分は当たっていると喜ぶ。入れ替わりにグルニュ、おじさんがやってくると、そこには8人の婚約者も姿を現れ、早く誰か一人に決めてくれという。 グリニュもシブレットに早く決めるよう催促する。すると、シブレットは着替えてきたアントナンを指差し、新しい出事のシャンソンさんに決めましたという。二人は、皆の前で接吻をしてみせると、八人の婚約者たちは、がっかりして帰っていく。グリニュも二人の結婚を認めて、家に帰る。アントナンは、自分は、皆の前では君にキスする権利があるけど、二人きりでは、 その権利はないと嘆く。シブレットは、あなたが、本当の執事だったらよかったのにと歌う。グルニは戻ってきて、さあ、仕事を始めてくれという。初演で、グルニプジンを演じた、ジャンヌルリーその時、軍隊ラッパが鳴る。シブレットは、軍隊と一緒にゼノビーもやってくるに違いないと思い、アントナンをゼノビーに合わせないように、彼にワイン像に酒を取りに行かせる。 まもなく、ロジェに引きられた、騎兵隊の一隊がやってくる。騎兵隊には当然のことながら、ゼノビーとレーンのしりがる女たちもついてくる。ロジェは、ゼノビーに、連隊の歌を歌ってくれと頼む。彼女は歌ったことないんだけど言いつつ歌い始める。すると、高笑いが聞こえ、シブレットがやってきて、連隊の歌は、こうやって、歌うのよ、と言って、 月は屋根に腰掛けてとうい出す。騎兵たちは白紙喝采するが、ゼノビーは不機嫌な面持ちで、何さ、田舎娘という。シブレットは怒って、おけいっぱいの小麦粉をゼノビーの顔に投げつける。ゼノビーは青くなって逃げていく。シブレットはこれで、占いの第二の部分も、条件を満たしたわと、満足する。アントナンが戻ってくると、自分がいない間に、せっかく、 ゼノビーが来たのに、シブレットが追い返したと聞いて怒り出す。アントナンは、ゼノビーが自分を愛しているからこそ、ここまで会いに来てくれた確信しており、シブレットを罵って出て行ってしまう。シブレットは泣き悲しみ、その思いをやわせたデュパルケに訴える。デュパルケは、自分も若い頃には激しい恋をしたことがあったと、静かに話し始め、純情な彼と、浮気な娘の恋を語る。 なんと、彼こそが昔、耳ミミと恋をした詩人ロドルフォだったのだ。彼は、追走にふけりながら、彼女の思い出はこれだけですと歌う。デュパルケは、シブレットにどうしても、アントナンの愛を得たいのなら、パリに出て、スターにならなければ無理だが、君が本気になればなれると励ます。シブレットは、必ずやってみせると決意し、家に入る。すると、グルニュが出てきて、訪問してきた。 市長を出迎え、花嫁はすぐに来ますと顔をほころばせる。ところが、着替えて出てきたシブレットは、夫は逃げました。私は、パリへ出て女優になりますという。皆は驚く。デューパル家は、彼女の芸名は、コンチータシブレード、13歳で、カラタラーバ公爵を誘惑した、スペインの名家と紹介して、調子の良いボレルを歌い、皆があっけに取られているうちに二人は、 パリへ出発するのだった。1900年頃のバリエテザ・メトラの邸宅では、晩餐会が開かれており、ワルツが演奏されている。メトラは今晩カスティーリャから来た新しいスターをお披露目しましょうと言って、舞踏会の会場へ皆を案内する。デュパルケはアントナンを連れてくる。アントナンは、ゼノビーと別れて、自由の身になり、本当は、シブレットのことを愛していることに気づいたのであった。 しかし、デューパルケはアントナンに、シブレットは、行方不明になってしまったと伝えた。アントナンは絶望のあまり、明日自殺するので、遺書を書いておく、いつの日にかシブレットが見つかったら、それを渡してほしいという。ついてはあなたは詩人なのだから、手紙に書くべき、優れた文言を教えてほしいと頼む。デューパルケはアントナンに、遺書の文章を口述してあり、ありや、愛する人よ。 許して遅れを歌う。デューパルケは、アントナンの綴りの間違いを指摘しつつ、手紙を書き上げさせる。デューパルケは、従者にその手紙を次に歌う歌手に渡すよう言いつける。パングレが今晩デビューする歌手の母親だと名乗って、登場する。シブレットも登場し、パングレに、スペイン人らしくしてよという。メドラも現れて、さあ、これかからが本番ですという。デューパルケは、シブレットを、 スペインの名家コンチータ・シブレーロと紹介すると彼女は歌い出す、アリア、愛は死ぬもの。その歌を聞いたアントナンは夢中になり彼女を愛していると告白する。彼女はアントナンにペンと紙を渡し、シブレット、君のことはもう愛していないと書きなさいと言う。アントナンがそんなことはできないと言うので彼女は彼に抱きつき、コンチータとシブレットは同一人物なのよと言う。 アントナンはシブレットに許しをこい、君こそ我が妻と言い,い、求婚する。すると、パングレが割って入り、まだ三つ目の条件が満たされていないから、断りなさいという。その時、メトラがタンバリンの中に、貴女への手紙が入っていますという。アントナンはそれは、自分の衣装だという。パングレはこれでようやく三つ目の条件が満たされたと、喜ぶ。アントナンとシブレットは、 皆の祝福を受けて、結婚しめでたく、幕となる。ありがとうございます。